って左奥ですね、今エンペラペンギンに餌あげるために飼育員いますが、エンペラペンギンはですね、イカナゴとホッケ両方あげています。そしてですね、エンペラペンギンたち、もうすぐ寒雨といって1年に1度ペンギンたち羽を生え変わらせる時期があるのですが、その寒雨直前ですので、もしかしたらちょっと餌の食べが悪いかもしれませんが、先ほどのエンペラペンギンのようにですね、プールから勢いよく上がってくることもありますので、よろしければご覧ください。インペラペンギンだ。大きいね。ちょっと。
Thank you.